宮城の橋は、宮城県仙台市青葉区及び、宮城の区にある自動車、歩行車両用の古戦橋である。東日本旅客鉄道仙台駅の北側にあり、東北本線と仙山線を直行する形で、またいでいる。初代の橋の開通は1921年。橋の取付道路が、両側ともに方向に分かれていたことから、通称で、X 橋と呼ばれた。 後の道路の整備により、橋の両側にあった分岐は失われた。現在の宮城の橋は三代目である。都市計画道路の元寺工事復室線を通すために、掛け替えられたもので、2013年から2017年にかけて順次、供用を開始した。江戸時代には、仙台城の大手門前を生誕とする、大町、新天間町、中家町、二十人町が、 城下町を東西に貫く目抜き通りだった。また、中家町や二十人町の北には、元寺工事や鉄砲町の東西道路があった。1887年に、現在の東北本線の前身にあたる日本鉄道が、潮釜駅まで開通すると、元寺工事と中家町は鉄道によって東西に分断され、踏切が設置された。 奏車上の線路増設や、1920年代初頭の仙台駅付近での東北本線伏線化などにより、踏切は開かずの踏切のような状態となった。1917年頃、踏切閉鎖と個線橋設置の案が出された。反対運動もあったが、仙台上、二の丸跡に本部を置く、第二師団と龍岡の不評を第四連隊や、 宮城野原の連平城との間を安定的に結ぶため、不評4連帯の強い要請によって宮城野橋は建設された。1921年に開通した初代の宮城野橋は、高区沼川橋で長さ30.8メートル、幅7.3メートルだった。仙台駅の東と西をつなぐ重要路線であるため、当時としては高価なアスファルトで舗装がなされた。 当時の仙台市には舗装された一般道路が存在せず、宮城の橋の他には、旧欧州街道を通す広瀬川の広瀬橋しか、舗装道路はなかった。昭和30年代に、東北本線の電化が進められる中、桁下の空間が狭く、東北本線の電化に支障があった宮城の橋は、掛け替えられることになった。掛け替え工事は1960年12月から行われ、 1961年3月に竣工した。この時、東北本線と並走する仙山線は試験路線として交流電化されていて、橋の掛け替えは仙山線の起電が停止された深夜に行われた。深夜作業ということで騒音に対する苦情が周辺住民から、また年末年始の正期に橋の掛け替えで道路が通行止めにされたという苦情が、 商店会から寄せられ、工事担当者は、これの対応に苦心したという。二代目の宮城の橋は、日本国有鉄道が発注したもので、橋の面積は1260平方メートル、一等橋で20トンの大荷重であり、桜田機械工業がこれを施行した。2010年代になると、宮城の橋は、都市計画道路の元寺工事福祉線を通す、合計6車線。 長さ193メートルの橋に掛け替えられることになった。まず3台目の上り線が仮設され、これが2013年10月31日にに車線にて供養を開始した。2台目の橋は2014年7月10日未明に撤去され、その跡地に建設された3台目の下り線は2017年3月26日に1車線で暫定的に供用を開始した。 中央分離帯の設置工事を経て、計6車線による完全供用開始は同年6月となった。1984年度撮影の国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成、X 橋の東部分、X 橋の南西域道路跡地に建設されたアエルの上層階から撮影、建設当初、 宮城の橋の両端の取り付け道路は2方向へ分かれる形だった。橋を中心として、北西方向の道路は元寺工事と南西方向の道路は中家町と北東方向の道路は鉄砲町と南東方向の道路は二重人町と結ばれていた。四方と結ばれる、この橋は X 橋と呼ばれるようになった。モータリゼーションに合わせ、 橋梁部は対面通行のまま、橋に至る取付道路には一方通行が導入された。自動車で橋を渡る場合、北西の元寺工事から橋に入って、北東の鉄砲町に抜ける道筋と、南東の二十人町から橋に入って、南西の中家町に抜ける二通りの道筋があった。1990年代後半、橋の西側地区の再開発のために、橋と中家町を結ぶ。 南西方向の道路が廃止された。これとともに北西方向の道路が改修され、橋の西詰めから X 橋交差点まで曲線上につながる形になり、この区間は対面通行になった。そのため Y の字を横にしたような形となったが、その後も X 橋の通称は用いられた。また仙台駅東台に土地区画整理事業により、 2010年2月15日以降、橋と鉄砲町を結ぶ北東方向の道路が通行止めとなり、橋と二十人町を結ぶ南東方向の道路が対面通行になった。これにより、橋の両側にあった分岐はなくなった。橋の正式名称より、通称の知名度の方が高かったため、橋の西側にある交差点の名称は X 強交差点となっている。 また、かつてこの付近を通っていた仙台市営バス、宮城交通のバス停留場の名称も、X 橋だった。ただし、二十人町と鉄砲町での一方、通行規制のため、二十人町経由の上り線にのみ、X 橋バス停は存在し、鉄砲町経由の下り線にはなかった。バス路線の廃止とともに、X 橋バス停も廃止された。ありがとうございます。